お待たせいたしましたわ。第11レース S 級初日特選レース1着となりました千葉の根田隆選手だわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。強ございましたわ。今日のレースどのように走ろうと思われてたんですの？そうですね、もうスタートも取れたところからで、もう作戦も流れでもう全然決めてなかったんで、まあ、逆にそれが結果的に良かったですね。後ろが競りでしたけれども、それやはり気になりましたかしら？そうですね、まあ、先行してて後ろが見えないんで、いつ、まあ、池田さんとか松浦が来るか分からないんで、ちょっとヒヤヒヤしながらかけてました。先行している道中足の感じはいかがだったかしら？そうですね、ゴールしてまだ余裕がある感じだったんですけど、今かなり来てます。でもそれは強くございますわ。この好調のきっかけ何ですの？最近かなり好調ですわね。そうですね、まあ、フレームを練習用のフレームに変えたら突然出ちゃったんで、まあ何なんですかね、自転車がよく分かんないです。それは今回さえも期待できそうですわ。コーチといえば去年の10月史上初のモーニング F1 でも優勝されましたわね。そうですね、本当にコーチは相性が良くて結構着もいつもいいんで、まあまあ、そのまま引き続きそのいい流れが今日につながりました。ということは明日明後日もまたお待ちしてよろしいかしら？そうですね、もうネタ切れしそうですけど。ネタだけに？ネタだけに。素晴らしいわ。じゃあ最後まで残ってくださったお客様にメッセージをお願いするわ。そうですね、まあ残り2日、まあ、1着1着でまたこのようにインタビュー受けられるように頑張ります。応援よろしくします。拍手お願いいたしますわ。では最後に根田選手、空手でご活躍されてて、なんと空手の腕前2段なの。拍手お願いするわ。前回のねモーニング F1 優勝でも腕前見せていただいたけど、またちょっと見せていただいてよろしいかしら？そうですね、まあ、ちょこっとだけ、まあ、もしかしたら今疲れててやばいかもしれないですけど。じゃあちょっと寸止めしていただいてよろしいかしら？当たっちゃったらすいません。当たっちゃったら泣くわ。お願いするわ。怖い。うん、怖い。いきますよ。怖い。お願い。すごい。